今年創設20周年を迎えた FC 琉球はクラブの今後の方針などについての説明会を開き、新しいチーム名とエンブレムの変更を発表しました。チーム名は沖縄から世界へ発信するをテーマに、新たに沖縄の文字が入り、 FC 琉球沖縄に変わります。またエンブレムはファッション性やデジタルマーケティングとの親和性を重視したデザインへと大きく変更されました。説明会では女子サッカーチームの創設も発表され、なでしこリーグへの参入を目指し2024年シーズンから始動するということです。